2015年1月クールドラマ総括その2、はい、続いてはフジテレビ系列、はい、いろいろあったんですけれども、うん、僕的には問題のあるレストランが一番良かったかなと、うんうんうん、まあ、なんせ僕基本的に気楽に見れるのが好きなんで、何も気にせず見れましたし、うんうん、まあ、その部分で言うとその変なところで店始めましたけど、うんうん、それなりに客が来んねやろっていう予測もついてますし、うんうん、で言うと、なんか、裏切らなかったというか、最終的に店は閉めてしまいましたけど、うん、また何やわけのわからん運動を始めようとしましたし、で、その前にね、気になったのが、うん、最後の最後にね、うん、こう、店閉めることになった時に、うん、あのメンバーでそこそこ人集めれることができたんですから、あらいに何ヶ月も待たんと、うん、ちゃっちゃとどっかでせえよと。それは一つ気になったんですけど、そうね、うん、で、やっぱりね、あのセクハラがね、はい、第1話あたりが特にそうやったけど、うん、まあ女性を応援して元気づけるようなドラマにしたいっていうことで、まあコンセプトあったんだけど、はい、いや女性があれ見たらちょっとねいたたまれへんっていうか、うん、そうですね、うん、だから入り方としてちょっときついところが、うん、そこらやっぱりあの脚本が坂本雄二っていうことで、はい、男性が描いてるだけにね、うん、本当の女性の機微が分からんとっていう部分もあったんじゃないかなっていう気がして、なるほどね、うん、で他にはデートも良かったですね、うんうんうん、まあ、あのこれも気楽に見えましたしまあまあただね、うん、まあ、あんな付き合い方実際にする人おるのかなっていう、あ、まあ、ねえ、うん、不思議な人もいてはりますからね、こういうことが言うたらあかんのでしょうけども、ほんまにああいう風な感じで付き合ってる人もおるのかなとか思ったりというか感じさせられたりした部分はありましたけどね、うんうん、考えたらね、それこそ日本でも昔はね見合い結婚当たり前っていうような時代はあったわけで、はい、そういうことでいくと若干ね似通ったとこはあるんじゃないか、うん、契約っていうわけじゃないんだけど、はい、いわゆる釣り書に書かれてるのを見て判断して、はい、ああこれだったらちゃんとやっていけるかっていうことで行った時には、うん、まあ一つの形かもしれないし、はい、うん、まあね最後は案の定という感じやったけど、まああれはあれでよしとして、まあまあよかったじゃないですかね、うん、うん、でとりあえずあんちゃんが、はい、まあいろいろとやれるというのがね、うん、うん、なかなかこれは新婚のあんちゃん、ね、面白かったですね、あの症状だけでもね、そうそうそう、うん、あのアヒル口はちょっと怖いけどね、そうですね、あれも逃げなしゃあないですよね、あれはね、うん、でまあそんなアンと、もうこれはいわゆるタッパのね身長っていう釣り合いでいくと相手役が長谷川博己、はい、長谷川博己もあのモズの時のね、うん、あのイカれた野郎とはもう正反対で、うん、幅広いね、さすが役者さんですよね皆さんね、うん、ね、うん、でまあ、 あの個人的には、はい、吹雪純さんの、うん、あのウェディングドレス姿、うん、もういくつになってもああいう可愛いっていうのは似合うっていうのがすごい、あれはちょっとびっくりしましたね結婚するのはそこかいと思ってしまいましたけどね、まあうまく裏切りっていうのもありながら、うん、最後までちゃんと持ってったっていうのがね、はい、うん、そういう意味ではゴーストライターが、はい、あれも最後いやあんなハッピーエンドかと、うん、これが一番意外、そうですよね、あ、初めからこの揉めてるシーンみたいなのがちょこっと出てたじゃないですか、うん、目の中でね、うん、だからもっとドロドロするのかなとは思ってたんですけど、そうでまあ最低なところまで落ちたけど、じゃあ最後はあの2人が、まあ、どちらかだけはうまくいくとかね、うんうん、どちらかが陰で支えるとかまたそういうことかなと思ったら、いや2人とも小説家として、うん、ね、まあこれはゴーストライターってね、そういう事件もあったけど、うん、だからこそいやここまでうまくまとまってしまうっていうのはこれはこれでよかった、まあね、お互いがお互いの気持ちも分かるようになったってことなんでしょうけれども、うん、あれでも綺麗にまとまっちゃうとあんなもありなのかなと思ってしまう部分がね怖いなとは思いますけれどもね、うん、で、まあ、ゴーストライターに関していくと、うん、本当にゴーストライターで話題となってしまったあの新垣さんね、はい、がゴーストライターを語るっていうのをホームページで、はい、そういうコンテンツこれ動画でやってたから、いろいろ持ってきありますね、そうね、であとまあ草薙くんの善児の戦争も、はい、まあ、よかったですけどね、うんうん、まあなんかこれはちょっとこんなんないやろみたいな話が多すぎたというか、うんうん、お金にまつわる話なん で、うん、で何億もの金をね、うん、車で盗んでね
その車どうすんねんとかなんかいろんな気になる部分もいっぱいあったりはしましたけど、ツッコミどころはね、はい、あ、まあ、でも大島優子も良かったですし、そう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 、で、うん、まあ大島優子4月クールはしっかりと主演ドラマもあるっていうことでね、はい、うん、これからも楽しみっていうあるけど、はい、でまあそんなフジテレビ、はい、うん、例えば残念な夫もそれこそ視聴率的には残念なことになってしまったっていうこともあるんで、はい、なんと富士もついに一枠減らすと。あらら、うん。あのゴーストライターの枠、火曜日夜9時、うん、通称カックね。はい、まあ月9に対してカックなんて言って、うん、まあ過去には踊る大捜査線、はい、それから古畑任三郎、うん、ナースのお仕事、うん、それに海猿、うん、まあかなりの大ヒット、それを生み出してきた枠にもかかわらず、うん、ついにバラエティに。寂しいですね、うん、まあ確かにね、ドラマ作るのお金もかかるしね、うんうん、バラエティだったら半分以下でできたりするし、で視聴率に関していくと本当にまあ言えば一本数千万かけたドラマが一桁じゃシャレにならんけど、うん、これが富士といえども数字取れない、うん、ね、富士ドラマ多かったんですけどね、そう、うん、ということで、はい、まあ何はともあれ、うん、フジテレビ系列の4月クールドラマ、はい、楽しみにしたいと思いますね。はい。